G7 ・主要7カ国のデジタル技術大臣会合はきょう、チャット g p t などが急速に普及する現状を踏まえて信頼できる AI を目指すアクションプランを盛り込んだ閣僚宣言を採択しました。AI ををめぐっては、規制を重視する考え方と、 開発や利用を重視する考え方がある中会合では各国で共通するルール作りが必要だとして法の支配や適正な手続きイノベーションの機会の活用などの AI5 原則で合意しましたその上で AI のリスクやメリットを国際機関が分析し OECD 経済協力開発機構などが AI の国際標準を作るとするアクションプランを採択しました責任ある形で生成 AI の可能性について G7 として議論を加速し認識を共有し G7 として向かうべき方向を示して力強いメッセージを発信していくべきと考えております。